うん、ええね、はい、じゃあ、任すからさ、ね、はい、あ、じゃあ、はい、頑張ります、お願いします、ね、はい、お願いします、お願いします、お願いします、はい、うん、じゃあ、あとはお願いします、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、あれ、はい、あれ、あ、あ、え、あの、はい、あ、あれ、あし、でも普通に喋ればいいじゃないですか、じゃあもうこんな尺取るんだったらお願いしますね、お願いしますね、そんな尺取るんだったらもう普通に喋ればいいじゃないですか、おね、が、うん、ね、なんで急に途切れたんだよ、これやばい、中継がやばくなってるのこれ、いや、そんなわけないでしょ、え、しわ、うん、だ、だ、いや、途切れてんなこれ、途切れてんのこれ、本当に途切れてるぞこれ、え、もしもし、な、はい、うん、この時間もったいない、この時間もったいない、途切れてんのよ、途切れてます、杉原さん普通に喋ってんじゃないですか今、全なんか途切れちゃってんのよ、途切れてないですよ今、今途切れてないですね、もう、あ、だ、なんで、しれ、なんで設楽さんだけめちゃめちゃ途切れてんのよ、いや、あなた途切れてないんだよ、木村さんすげえ聞こえる、どういう状況なんだよそれ、回線違うの2人、トリッタラッテ、なんで設楽さんだけ途切れてるんですか、トリッタリッバッ、え、パッ、え、トリッブル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 、ね、吐いた、吐きました、え、大丈夫ですか、吐いてんのよ、吐いてるのかい、途切れすぎで吐いてるよ、いやいや、途切れたから吐くっておかしいでしょ、理論がよくわかんないでしょ、うん、じゃあね、じゃあね、あっさり、うん、じゃあね、はい、じゃあ、バイバイ、うん、頑張ります、またね、また、はい、はい、お願いします、ありがとうね、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、途切れた？途切れたっていうか終わったかな、終わった、終わりましたね、うん、あ、終わりましたよ、終わったっぽい、この感じは、あら、うん、あらららら、じゃあこっから任されたねえですね、わけですね、そうですね、本当によろしくお願いします皆様、そうか、はい、うん、なんかでもあれだよね、設楽さん日村さんの2人から、はい、うん、このスタジオの様子が、うんうん、見られてた感じしなかった、完全に、だってカクちゃんがギターが変えた瞬間とか、うん、俺らの服装とか、そう、全部でしたね、ただそれらしい、その カメラみたいなものはないね、そう考えると超怖くない、そうなんだよ、どうなってんの、そんなにわからないような小さいもので、うん、小さいものカメラがあるわけでしょ、だって絶対に超能力どこで見られるの、だってどこ誰も教えてくんないんだよ、目合わねえんだよスタッフなんで、怖いよやっぱ設楽さんはそんなもん、え、なんか分かっちゃうんだよ、うん、どこ、どっかカメラあるってことでしょ、カメラあるよね、カメラがなかったら怖いよ、だって、うん、カメラは上だ、え、まだいたんだ、まあ、そこでびっくりだ、まず、え、てかまだいたんですか、もうまずいろいろ、え、上どこ、カメラの話はやめろ。なんでなんでなんでですか。別にいいじゃないですか。うん、教えてくれても。気になるし。上見てみろ。はい。上見てますけど。上に黒い点があるの分かるかな。黒い点？どこ？え？ないですよ。ちょっとマイクの部品のカクター立つんじゃない。ほら見えてんじゃないですか。ほらどこにあるの？どこどこどこ？マイクの付け根のあたりの今。今指さしてる、うん、かくちゃんの指さしてる先のその延長線、もうちょっと右の右、嘘だバカ、ちょっといや、そんな嘘絶対騙されるよ、ブースの方だよ、ブースの方の、え、どこ、ブースっていうの、うん、ここいる側、向こう向こう向こう、うん、どうみんな見てるよ、うん、みんな見てるけど、え、どっかにカメラがあるってことですか、あるよ、どこ何だこれ、手前のなんか機械の真ん中の真ん中、あ、これ、うん、この真ん中の四角いやつ、四角いやつ違う、あんま近寄ったらかくちゃん真っ黒だよ顔がええあれかな、あ、見えてたから、真ん中、あ、四角いやつだ、四角いやつ、四角いのあるけど、四角いのだってあれ何回四角いって言うの、あー、何かあった、あれなんだ、あの白い、いや四角いやつは、あれがなんかiPad みたいなことなの、あれ、え、もう任すから、いや答えだけよ、確かに答えだけ、もうカメラの場所なんて、はい、あろうがなかろうが見えてるってことだからそれが怖いんですよ、怖いですよね、はい、そう
すいません。あのテンションは上げてやってね。はいはい、お願いします。なんかいなくなった途端にいやーみたいな感じだったから、そうです急にやっぱ戸惑っちゃうんです、いなくなれてしまうと申し訳ございませんでした。本当にいなくなっちゃうんだと思って、はいはい、あ、ね、あ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 、早くしゃべれ誰誰今の誰え、誰ですか、怖い、え、え、え、誰ですか、女性いましたよ、いましたね、今何女の人いました、今いないよ、いや声聞こえましたよなんか出てましたよ、誰、ええ、いなかったですか、そっちに女性いませんいないよ、お化けじゃない、いやいや、さらっと言わないでください、超怖いじゃないですかあのもう中継遊びも終わりね、はい、いや今の女性が誰かだけお願いします、本当に、はい、気持ち悪いんで、女性、はい、今の、はい、教えようか、誰ですか、はい、今のね、はい、秋元ちゃんだよ、え、元マネージャーの、え、長野から、え、僕が元マネージャーなんでかと思うだろう、え、なんで秋元ちゃんがと思うでしょうね、はい、そうなんだよ、え、違うでしょ、え、今秋元ちゃん香港にいんのなんで、秋元ちゃん今俺らの現場やってんのよ、うっそ、そんな聞いたことないですよ、ね、うん、今ホリプロコムに秋元ちゃんいるんですか、うん、ええー、いや、そん、いや嘘だ、長野で、どうよ、ニンニク畑をだから嘘だよ、嘘嘘、え、嘘嘘、じゃ誰だよ、もうやめようよ、俺らいつまでやるんだよ、だって気になるじゃないですか、教えてくんないから、もう結構な時間やってるよ、カメラの位置と女性と、ね、はい、え、女性は、え、女性は誰、女のことばっか気にすんじゃないよ、いや、だってそういう意味じゃないです、急に現れたら、今のは小山だよ、あ、小山さん、小山に言わせたの、マネージャーさんですね、あ、本当、よかった、あ、言わせたんです、ね、いや声がなんか小山さんっぽくなかったんですよ、いや全然違った、うるせえなサトシすいません、じゃあね、はい、はい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、はーい、はーい、あー手振ってるね、あ、どうも、どうも、やっぱあれだ、あれだね、あれか、はい、さよなら、はい、どうもお願いします、はーい、いや小山さんっぽくなかったね、全然わかんなかったね、なるほど、ね、任されましたよね、はい、来ましたね、うん、はい、はい、メールが、はい、来てます、ラジオネームとっくのマックさん、はい、天才設楽さん、怪物日村さん、天才アルファルファさん、おはゲーズこんばんは二人ですかね、僕とさんですか、はい、赤坂のバナナムーンオールスターズジュニアが盛り上がりそうなトークテーマは、はい、やはりコントのことではないでしょうかお笑いの熱い話が聞きたいです、あ、ね、コントのことですって、コントのことですか、いやこれだからね、コントライブ控えてますからね、そうですよ、これ6月4日から7日まで、はい、ありがたいことですよ、これこんなちょっと大きなところでやるのは我々初めてなわけですから、ね、バナナマンさんにもね協力していただきましてね、どうですかこの意気込みというか、このライブの、このライブの意気込み、そうですよ大声で言う、え、だからさっき言われたばっかりじゃないですか、自分たちの話ばっかりじゃなくて、いやだからそれやとバナナマンの話はさ、かくちゃん何にも分かってないよね、なんで意気込みを大声で言おうとするの、うん、でそれだけ言いなさいよ大声で、いいですか、うん、笑いを取るぞそこだけちょっと、行かせていただきました、ね、ここで、このバナナマンさんのバナナムーンのこのスタジオで大声で叫ぶと、はい、願いが叶うっていう都市伝説がありますからね。笑いを取るぞっていう。行かせていただきました。ありがとうございます。ね、もうでもコントといえばもうバナナマンさんじゃないですか、そうですね。絶対そうですよ。ね、あ、やっぱでも、あれですよね、本当に。うん、なんだろう。あの演技の幅が、うん、僕はバナナマンさんは本当に2人ともすごいでしょう、うん、2人ともっていうのはすごいんですよ、うん、ね、うん、何でもできるよね、何でもできる、だから、うん、もう日村さんは僕もう本当コメディアンというか、うん、もう大尊敬してますよ、はい、やっぱりそのアクション大げさな動きというか、うん、大きく演技をする方じゃないですか、はい、うん、
で僕もどっちかっていうとそっち側の方なので、はい、大きく大げさにやる側なのでやっぱ一緒にねそのハンドメイドワークスとかやらせてもらった時はやっぱりもう度肝を抜かされましたね間近で、うんうん、それこそだからそのハンドメイドワークスで僕と角ちゃんで作ったネタがあったじゃないですか、はい、それはもう本当に東京03寄りのネタというかですね。ね。はいはいはい、でそれを普段かくちゃんが、うん、だったらね、そうならやるべき、はい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 、その役をやらせるところだね、はいはい。日村さんにやってもらったんですよ。うん、の時、かくちゃんがものすごいこう感銘を受けてたというか。いや本当ですよ。もうなんかねやっぱ一瞬嫌になっちゃうんですよね。あの見ると。うん、あの日村さんとかの、うん、だからね自分がやるかもね普段だってやってるようなものをやってるわけですから、うん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 、それ見た時にもうバカみたいに面白いじゃないですか、はい、大きな何から、うんうん、どこれはちょっと参っちゃったなっていうぐらいのちょっとショックだったでしょ。いやそうです、ちょっとやっぱありましたよ最初、うん、この人はもうとんでもないなっていう。いやだからそれこそさ台本通りで面白いんだもんね。いや本当にもう言い方ね、やな何やら。でもやっぱり一個僕は結構なんていうんですか、大声を出したりとか、はい、なんか弾くことがあんまなかったです。だから日村さんってガンってバーって前行くところと、うん、張ったりするところと、はい、そうじゃない部分のこのメリハリ、うんうんうん、やっぱ、あ、そういうことなんだっていう、はいはいはい、感じをすごく僕は、あの、感銘受けましたね。あ、ガンガン言った後にちょっとボッポロっていうような言い方で、はいはいはい、すげえ面白いとか、うん、そこですよ。うん、なんか取りに行けそうな場所っていうのは全部僕の場合だと、うん、結構、うん、張ってしまうというか張りがちですよね。はいはいはい。うん、引いてからこそ、うん、引いたからこそのこの面白いみたいなところっていうのを、うん、あんまりやっぱりやってこなかったなっていうのをまざまざと思いましたもん。あ、そう。はい。メリハリ。ええー。そっからじゃあちょっと活かしたりしてんの？活かしたりしてるつもりなんですけども、自分の中ではね。はい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 。でもやっぱ、わかんない。引いたところで間違ってるタイミングもあるんだろうね。うん、そこであんまり反応がないと、やっぱりすぐにやっぱり大声に戻っちゃうから。そこの体感がまだできてないという感じはするんですよ。なんかね、まあ、設楽さんも日村さんもそうですけど、やっぱ幅がすごいなってすごい思うんですけど、うん、コントのね、まあコントにも限らず、ネタの、はい、面白いネタをやる人のこの条件っていうか、うん、身の丈に合ったことだけで勝負してるっていうのが、僕の中で絶対なんですよ。はいはいはい。だからどんなにいいネタで、いい台本でも、はい、その人が、その、やる身の丈に合ってないネタだったら、もう面白く感じないと思うんですよ。なるほど、なるほど。その、で、その、設楽さんと日村さんもそうなんですけど、その、自分の中での身の丈の幅が、すごい広いんですよ、うんうん。だからやれるコントが、際限なくできるっていうか、あるんですよ。幅が広くなる。俺だって、このネタ思いついたけど、俺らじゃやれないなってちょっとあるでしょ。ああ、はい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 。で、これもっと言うと、これちょっとほんと熱くなっちゃいますけど、アルファルファの時に、やっぱり、うん、俺と豊本じゃできないなっていうネタがいっぱいあったの。で、それを角ちゃんが入ることに、ごめんなさい、熱くなっちゃって。いいんですよ。熱くやりましょうよ。角ちゃんが入ったことによって、できる幅がだいぶ広まったんだよね。で、ハンドメイドワークスをやることによって、あの二人の凄さをまざまざと見せつけられたっていう。本当ですよね。そう。だからアルファルファの時は超苦労したよ。まあそうだね、迷惑かけたね。まあアルファルファっていうのは、ええ、飯塚豊本でコンビでやってたコントグループなんですけど、はいはい、最初にね、うん、僕が一応やりたいコント台本書いて、うん、豊本に見せてネタ合わせするんですけど、はいはい、面白くないんですよやっぱ、うんうん、ってなってくるとやっぱ豊本ちょっと不思議なキャラクターが多かったんですけど、アルファルファの時って、うんうん、そうですよね、どうしてもね、うん、そうやって変なこと言わないとお客さん笑わないの。うんうんうん、結構自由にボケるというか、っていう感じのコントだったよね。うんうん、そうそう。それはもともとやりたい台本とは違うんですよ。なるほど。うん、でも変なぶっ飛んだこと言わないとお客さん笑わないから。うん、はいはいはい。そっちよりにやっぱり無理やりこうちょっとね、うん、CM ネタを入れてみたりとかさ、あとりあえず受けるようにっていう修正をかけていかなきゃいけない。なるほどね。だからそれこそ角ちゃんが入った時って、うん、衝撃だったもんね。そうだね。うん。だから、いや、本当にね、僕も前は別にやってたわけですよ。
プラスドライバーっていう、はい、やっぱり同じように、うん、やっぱネタの種類で言うと、うん、なんかこういう人がいるとか言うよりは、うん、なんかちょっと同じですよ、ボケを変なことを言うような感じの作りにやっぱり当然なってて、うん、でなんか勝手に限界を迎え、はい、それによるなんかもうできなくなってきちゃって、うん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 、でまあやめようかなと思って、うんうん、その時に前飯塚さんに、ね、声をかけてもらって東京ゼロになったじゃないですか、はい、でネタ作り飯塚さんとしての時に、したね、なんか変なことをただ言うんではなく、うんうん、まあ、こういう、まあ、設定が あって、はい、である人物がいます、うん、でこの人が言ってもおかしくない範囲の中でのセリフで、うん、いうふうにしたじゃないですか、うんうん、一緒にやった時、うんうん、やっぱ確かにあの時やった時にできたものをやった時の超楽しかったんですよ。まあね、楽しかったよ、ね、俺もそうだった、俺も楽しかったあれ、うん、でその気持ちが乗ってるから、うん、その人のね、あれは良かったんですよ。いやだから本当それこそバナナマンさん話戻るけどさ、うん、その幅が広いでしょ、うん、で今ね、今ちょっといろんな人たちみんな面白いじゃん、うん、みんな面白いんだけど、うん、ある程度こうジャンルをさ、うん、自分たちの中でこう自分たちはこれをする、はい、これをするっていうのをちょっと分けてうまくいってる人が面白いって今言われてるっていう気がするんですよ。わかります。ほうほう、言ってこと。若い人もそう、はい、なんかこう、はいはいはい、自分たちはこれをやる人ですっていうのがちゃんとこう決まってて、うんうんうん、そこからはみ出さないで、うんうんうん、ネタを量産してる人が、うんうんうん、今面白いってされてる、はい、でうちらも多分そうなの、はい、でもバナナマンって、うん、ほぼ全部のジャンルの笑いができるっていうか。本当ですよね。そう。本当に。何でもできるのよ、あの人たち。ずるいよね。本当、だからもう本当に、ゴッドオブコントですよ。うん。嫌になってしまいますよ、本当に。うん。もう、設楽さんの、普通の感じの人間のお芝居とか、めちゃめちゃ超自然で、うん。で面白いじゃないですか、うん、なんかちょっとそういう特徴をつかんだある人の、うん、やる役をやったりとか、うんうん、でも2人ともなんですよね、2人とも、うん、だから設楽さんもだからそれこそ頭のおかしいさ本当ですクレイジーなさ、うん、チンピラ役とかもね、化け物もそうだし、あの人女役もうまいからね、うまいですよ、うん、女役うまいですね、うん、あれは本当にいい女もやりますね。そう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 。めちゃくちゃね。うん。そうなんだ。いい女なんだよな。いい女だね、確かに。うん、で、日村さんも日向子でしょ、うん、あんなもん天才じゃんか。そうだよ。二人とも何でもできちゃう。どういうことなのっていう確かありますよね。すげえよ。やっぱだって女役そんなに自信ないでしょ、ない。俺全然ない。いや、下手じゃないよ。下手じゃないと思うけど。ありがとう、ありがとうね。でもやっぱ できないよね、あんまりね、うん。なんかこう、こういうのはちょっと苦手だな、があるでしょ、やっぱ。ある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 。ある全然ある、うん。あるある。どれもある、うん。全然ある。うん。で、あの二人ないんだよ。うん。多分、いや、自分たちの中ではあるのかもしれないけど、旗から見せたら、うん、覚えないよね。そんな風にない。ないと思っちゃうよね。うん、ないよ。だから書いてて、うん、大倉とかも多分、コント書いてて、うん、この二人じゃできないなって多分思わないと思うんだよね。いやもうバナナマンはもう何でもやりますからね、本当に、ね。だよね。逆にバナナマン以外のちょっと書いた時に、あれってなってますよね。あー、なるほどね。そっか、そっからかと思って。そうです。みんなが、みんな何でもやるわけじゃないですからね、本当は。それがバナナマンさんはもう、もう若い時からなんでしょ、うん、もう本当に。そうそう。ね、うん、そう。このどん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 もちろん芸歴とともにさらにどんどんなってるでしょうけども、うん、もうスタートの時点でかなりの1回目からね、1回目ぐらいは1回目の番組、ネタの1本目からすごいよな、すごい。だから何でもできちゃうから、逆に言ったらバナナマンさんといえばこれっていうのが、うん、いや、いっぱいあるんだけどね、はい、名作はあるんだけど、はいはい、ありすぎてジャンルが、うん、ね、うんうんうん、そうですね、そうだからもう人それぞれになっちゃうんだよね、うん、俺はこれが好きやな。そう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 はあるけど、こう、ドンって代表作一本ってなったら、全部面白いから。確かに。絞れるもんではないね。最初ネタを作るっていう時も、何でも、ね、
やれちゃうってなるとやっぱ どっちなのかな、作りやすいのか、うん、どれにしようか、何でもできるとなると確かにね、なんかね、うん、できるものが狭い人はもうそれをやるしかないから、うんうん、あれだけど、うん、でもさ、狭いとその時は面白いもん作った時にボーンってこう、うん、インパクト強いけど、強いけどやっぱ20年30年やっていくとしたら、ね、きっと大変じゃん、詰まるじゃん、詰まる、だからバナナは多分ないだろう ね、 ね、うん、だから自分がこれ面白いと思ったものは、まあ、基本的にやれてしまうってことだもんね、うん、で俺もじわじわこう広げようってしてるもんねじわじわね、そうですね、うんうん、今回はちょっとこれ挑戦してみようかなって単独ライブでさ、あのやって、はい、今までやったことないこと、うん、じわじわ広げてる感じだよね、うん、あ、すごいね、あ、メール来てます、はい、ラジオネームみかん男さん、ポコチンファミリーの皆さんこんばんはポコチンファミリーと、おい角田、おはい、ボケろよちょっとそれ今だってこれ今来てるっていうメールが来てますからね、すいません、というわけで最後に角田さんにボケてもらって終わりましょう。どういうことよどういうことよ、ボケろよって十分コントの話しましたからね、はい、ボケていただきましょう、なるほど、はい、大丈夫ですか、今それで終わるってことそうですよ、あ、なるほど、じゃあ行きましょうか、はい、はい、いけるんですか、はい、今言ったことは全部嘘でーす、ラジオネーム猫のケツさん、なんで、バナナマン東京ゼロさんの皆さんこんばんは、今日の放送の、バナナマンは角田さんのことをいじったりしてましたけど、うん、東京ゼロさんはさすがキングオブコントでチャンピオンになるだけのことはあるな、すごく真面目だなと思いました真面目と真面目じゃダメじゃないキングオブコントでチャンピオンになるだけのことあるな、すごく真面目だな、真面目だなじゃない、真面目のチャンピオンじゃないんだよ本当に真面目チャンピオンの時じゃないんだよあれキングオブ真面目じゃないと思う、ね、違いますよ、俺は唯一フライデー乗った時もそんな気持ちでやれたよ、キングオブコントでチャンピオンになっても浮かれることなく真面目にネタ作りっつって、ファミレスで2人でネタ作ってるのを激写されましたけど、何の記事なんだろう、これからも真面目にやっていきましょうよ、いやいや、そうですね、うん、あの真面目に俺も真面目にやる、うん、ねえ、真面目にやってきたし、無理しない方がいいよ、うん、ただ真面目って思われたくはないんだよね見てる人いやだからこれね、東京ゼロさんフロリッカホリックね、ラブストーリー取り返しのつかない姿っつって、はい、やりますけども、うん、あのもうそうそうたるメンバーが日替わりゲストでね、そうですよ、あのアドリブバンバンかましてきますから、バンバン来るんですよ絶対に、うん、絶対にバンバンかましてきますから、角田さん本当に対応してくださいね、いやそうなんだよ、俺対応しきれる自信がないんだよ、だから毎回そうですけど、あの角田さんがあのみんなのアドリブについていけず、無理やり台本に戻して、変な空気になるじゃないですか。みんなが作った面白い空気を台無しにしまうのかな。そう、あの、お客さんがさすがに気づいてますからね。各社今そんな空気じゃないよっていう。ちょっと俺気づいてるのが俺だけなのあれ。うん。きついじゃないですか。そんな流れじゃないよって、お客さんが分かってますから。ま、俺ね、その流れだけは分かる人間になる、今回は。ね。せめて。そうしましょう、みんなが面白くしたのを止めない、うん、ね、ね、ラジオネームみかん男さんから、はい、おい角田ボケろよさっきのでしょそれは、ね、言ってますからね、なんでそれちょっと見に来てくださいよ、じゃあぜひライブね、あ、ここでボケてるんですか、ボケますよ台本があるからね、角田ボケじゃないでしょ、だってまあそうか、そういう感じじゃないけどね、角田ちゃんは生き様を見せてますからボケっていうか、まあ、だそういう感じです。生き様担当ですから、ね。生き様を見に来てください、ぜひ皆さんね。そうですね。もう、はい。5日にはバナナマンさんもね、出ていただきますから、お願いします。そうですね。はい。というわけで、じゃあ、以上でよろしいんでしょうかね。もう大丈夫ですか。はい。ほ、はい、ありがとうございます。あ、以上、じゃあ、バナナムーンオールスターズ。はい。ジュニアの2代目のポッドキャストでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。